はい、それでは今日は人権と共生社会の確認テストをやっていきたいと思います。教科書は50から61ページになっていきます。はい、今回も、いつもと同じようにまず問題を解いてもらって、答えを出します。その後解説という流れになっていきます。それではこの後10分間取って問題を解いてもらいたいと思います。それでは問題を出します。続いて答えを出します。解説いきたいと思います。カッコ1、インクルージョンとは何か。はい、インクルージョンですね。これ最近結構話題になっていて、ダイバーシティとかインクルージョン、ユニバーサルデザインっていうのが、キーワードとなっていて、最近まあ流行りの言葉というかテストで出やすくなっている問題です。それぞれ紛らわしいんですけど、どういう意味かっていうのをしっかりと理解しておいてください。今回はインクルージョンですね。障害があっても教育や就職の場で不自由なく生活できることになります。つまり、まあ、よく出てくるダイバーシティっていうのは、多様性を認めるっていうことじゃないですか。それのもう一個上なんですね、インクルージョンっていうのは。多様性を認めた上で、そういう人たちが社会で活躍できるような、状態にしていこうよっていうのがインクルージョンなんですね。はい、続いて、平等権は、日本国憲法の3つの基本原理のうちどれと最も関連しているのか。これはそもそも日本国憲法の3つの原理を押さえておかないと分かりません。3つの基本原理超大事なので絶対覚えておいてくださいね。はい、平等権は基本的人権の尊重です。基本的人権っていうのは、人間は生まれながらにして自由で平等であるっていう意識から生まれているので、この基本的人権の尊重っていうのが大事になっていきます。続いて、3番、男性も女性も、対等な立場で活躍できる社会を作っていくことを求めて、1999年に作られた法律を何というか、男女共同参画社会基本法ですね。はい、紛らわしい言葉で男女雇用機会均等法がありますので、これはまだわからない人は、別の動画でやっているので、こちらを見てもらえればなというふうに思います。続いて4番。自由権のうち自分で就きたい職業を選ぶ自由っていうのは、精神の自由、身体の自由、経済活動の自由のうちどれですかっていう話ですね。これもよく出ます。これはこの3つのうちどれですかっていう問題でよく出ます。今回で言うと経済活動の自由になります。経済活動の自由っていうのはどの職業を選んでもいいよねっていう話です。他にも経済活動の自由っていうのは、住む場所を自由にしていいとか、あとはここにお店を作りたいとかっていうのも経済活動の自由になっています。身体の自由っていうのは、例えばその不当に逮捕されないとか、不当に長期間監禁されたりしないとかですね。精神の自由っていうのは、例えば表現の自由、こういう風に表現したいよとか、こういう宗教を信じたいよ、こういう発言をしたいよっていうのが精神の自由です。はい、続いて、5番、憲法25条で生存権はどのように定められているか。健康最低限度の言葉を使って答えなさい。これも超大事ですね。よく出ます。25条は暗記してください。健康で文化的な最低限度の生活を営む権利です。暗記してくださいね。これはもう暗記何回も言って暗記してください。はい、続いて6番、労働三権とは何か。3つ答えなさい。団結権、団体交渉権、団結権、団体交渉権、団体行動権ですね。はい、続いて、憲法に基づいて教育の基本方針を示した法律を何というか答えなさい。教育基本法ですね。これは以前、大日本帝国憲法の中では教育勅語っていうのがありました。それが廃止されて、新たに平和で民主的な国家を作っていこうよねっていうところで作られた法律になります。はい、続いて8番、現在日本では選挙権が認められているのはどの年齢以上のどの性別の人であるのか。18歳以上の全ての男女ですね。はい、以前は20歳だったんですけど、ちょっと前に変わって18歳になりました。もっと前になってくると、例えば男性しかダメとか、これだけ税金を納めている人しかダメですよっていうのがあったりとかして、なかなか長い期間誰もが選挙ができるっていうのはなかったんですね。しかし現在では誰でも、この年齢になれば選挙に出れますよっていう普通選挙っていうのが取られています。はい、続いて、次の5群のうち請求権として適切ではないものは何か。答えなさいということで、非選挙権と教育を受ける権利っていうのが、請求権ではないことになっています。はい、続いて10番、人権の保障は全ての場面で保障されているわけではないと。どんな場合に保障されるのか。他の人のという言葉に続いて答えなさい。はい、他の人の人権を侵害しない範囲では人権が認められています。人権というのは
誰もが生まれながらにして持つ権利です。しかし、じゃあ自由権だからといって俺は隣の人をぶん殴るんやとかっていう権利が認められてはいけませんよね。もちろんそれはそうですよね。はい、っていうのはなんでかっていうと、ぶん殴ることによってそのぶん殴られた人の人権が侵害されるからです。そういうのは人権で保障されないようにしようよ、公共の福祉のもとに人権を守っていこうよっていうことで、公共の福祉と非常につながりが強くなっています。他人の人権を侵害しない範囲ではあなたの人権は認められますよ。はい、括弧1番、社会権はどのような社会状況の中で生まれたのか。ちょっとこれ難しいですよね。これは答えはいいです。社会権ってそもそもどんな時代で生まれたのかっていうと、自由権とか平等権よりもちょっと後というか、だいぶ後に生まれた考え方なんですね。平等にしようよ、身分の格差があるから平等にしようよとか、自由に発言していいじゃんっていうのよりも後だった。それはなんでかっていうと、平等で自由っていう社会になってから資本主義っていうのが広まっていきます。資本主義によって経済はめちゃくちゃ発展していって、人類は豊かになっていくんですが、それとともに貧富の差っていうのが生まれるんですよ。資本主義っていうのは確かにどん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 経済成長していくっていうメリットはあるんですけど、貧富の差が生まれるっていうデメリットがあったんですね。そういった中で、いやいやこれまずいでしょと、こんな貧しい人が苦しい生活をしていたら人権が侵害されてるじゃん、だったら人が豊かに生活するっていう権利も最低限度の権利として認めちゃおうよ、認めちゃおうよっていうか、認めなきゃいけないでしょうっていう話になったんですね。なのでこういった状況の中で1919年ワイマール憲法によって社会権っていうのが認められるようになっていきました。なので現在私たちっていうのは、超ブラック企業で働かされるっていうことはないですよね。低賃金長時間労働っていうのは少しずつなくなっています。これっていうのは社会権っていうのが大事にされているからです。はい、続いて2番、日本には明治時代以降同化政策を進められた北海道地方を中心に生活していた民族がいました。それは何かっていうとアイヌ民族ですね。はい、続いて括弧3番、日本では他国と比べて25歳から35歳の働いている人の割合が極端に少ないです。これ他の国と比べてダントツに低いです。この理由として考えられることは何か、結婚出産による退職によるものっていうところで、日本ではまだまだこの男女平等っていう考え方が、浸透しきれていない、結婚したら退職をする、子供を産んだら退職するっていう企業がまだまだ残っているんですね。なので泣く泣く辞めざるを得ないという状況っていうのが日本でもまだあります。こういうのはなくしていかなければいけないですよね。皆さんも大人になってからこういうのが当たり前のように、おかしいと言えるような社会っていうのが、必要になってくるんじゃないかなと思います。最後、日本国民の3つの義務を答えなさい。納税の義務、勤労の義務、普通教育を受けさせる、義務ということで、普通教育を受けさせる、つまり自分の子供にちゃんと義務教育を受けさせる義務っていうのがあるよっていうのが義務になっています。日本っていうのは3つしか義務はないっていうところで、皆さんの権利を守るために最低限の、義務になっていますよっていう形になっていきます。はい、ということで今回に関してはまた前回と同じく結構大事な言葉が非常にたくさんあるので、しっかりと、間違えたところは復習をしておいてください。